連邦兵は、オデッサデイは5日後の予定です。それまでに、ホワイトベースは、カスピ海を渡るとの命令ですという,う。そのマクベと戦う決戦日が5日後。と。それまでに迫ってくる。ランバラロを避けながら、カスピ海を飛び越えて、ウクライナのオデッ,オデッサまで行かなければいけないと。なかなかきつい工程ですあの。僕、びっくりしたんですけど、今回、えー、この後です、ね、ガンダムでオデッサデイが延期したとか、そういう話ないので,です、ね、<laughs> 基本的にこれを信じると、どういうことになるのかですね。 え、5日後にオデッサデーと言ってます。現在16話、セーラ出撃です。えー、っとですね、オデッサで戦うのがですね、第25話、これより10話後なんですけども、 こんなにエピソードがやもりなんですよ。16話がセーラ出撃、これ今回ですね。で、17話、次がアムロを脱走って言ってですね。まあ、アムロレイがですね、あの、未来さんの風呂を覗いたりしたら、いうようなこともあるんですけど、僕なんかどうせいらないんだって言って、拗ねて逃げてしまうのが、17話です。18話、灼熱のアッザムリーダーではですね、ついにそのキシリアさんが地球連邦にまで降りてきて、で、新型のアッザムっていうですね、モビルアーマーに乗ってですね、 でさっきの噂のマクベとですね、乗って、アムロと戦うというエピソードをまるまるやってですね、で、ランバラール特攻という回がその次にあってですね、これはランバラールが乗ってるグフの腕をついに叩き切るんですけども、ランバラールが、ふふふ、<laughs> 坊主、お前は自分の腕で戦ったと思うなよ、<laughs> みたいなこと言われて、すごい悔しがると。で、悔しがられた後、また独房に入れられると。で、えぇ、ー、激闘、で、死闘ホワイトベースで,ですね、ランバラールはですね、死んでしまってですね、激闘は憎しみ深くで、ハモンさんも死んでしまうんですね。 で、マクベホーユモーを破れではですね、ブライトさんが連日の過労で倒れてしまって、マチルダ救出作戦ではマチルダさんが命を懸けて運んできた G パーツっていうすごいブサイクなですね、ガンダムの補強兵器でガンダムが強くなって、白撃トリプルドームではですね、マチルダさんが死んでしまって、マチルダさんって夕焼けに叫んで、次の日の朝、オデッサの激戦で明け方から大戦争なんですよ。これが5日間なんですよね。で、考えてみて、一応5日間に詰めたらどんなことになるのかというと、これま、月曜から金曜の話とするとですね、 月曜日にセーラさんが、セーラ出撃で独房にいられて、その夜にもアムラは脱走しなきゃいけないんですね。で、火曜日にランバラールと戦って、僕はその、あの人に勝ちたいっても夕方に言わなきゃいけなくてですね、水曜日にランバラールが死んで、その日の夕方にですね、もうハモンさんも死ななきゃいけないと。で、木曜日にブラウザさんが、ブライトさんがカロ、カロで倒れて、午前中にマチルダさんから G パーツを届いて、ドムが来て、夕方ぐらいにマチルダさん死んで、夕方、夕日に向かって、マチルダさんって言ったら翌朝ですオデッサの劇 もう絶対に無理なんですよ、これ。絶対に無理だけども、ところがですね、ストーリーを丹念に見ていくと、実はこれ、長くても2週間、ひょっとしたら10日ぐらい、実はかなり短い間にですね、連続していろんなことが起きてると。それは、ブライトさんもですね、過労で倒れるわっていう。